伝説のような顔してたけどそうじゃないよね。ただより怖いものはないよって本当なんだね。やがて舞い降りて高い感じするほど返さなきゃだね。ああこんなことなら全部自分でやってたのにね。どうの本人やあたげたがも感謝しろと言わんどやかも礼をしなきゃかなり不機嫌なんか変じゃない、やば変だよね。青春だとか勉強だねとか人生とかそういう言葉で全部まとめさせない、やなことはやったって言える人間でありたいね、私そう思ってちょあなたのためと祝うばかりの顔してるよね。大盤振る舞う顔してるけど結果せこいね。心配そうな顔してたけどそうじゃないよね。頭の中じゃ優しい人の評価待ちよね。そして何も気づかず助けられたらそれ始まりで、ああ金賞をかけてお返ししなきゃいけないみたい。どの本に英雄を気取りよかったねと笑う裏には頭の中そろばんパチパチ納得いかない、やっぱ変だよね。経験だとかきっかけだとかチャンスとかそういう言葉で全部まとめさせない、世の中にハッピーコールありがた迷惑なきこのバードルーティン抜け出さなきゃね。